よし、弾のキレもいい。亀井、もう完封でいくよ、俺は。おー、いきなりやらかしたー、オーマイガー。わー、先頭打者ホームラン。ダルビッシュごめん、俺のせいだ。あー、亀井にいきなり初球先頭打者ホームラン。ちょっとこれ3年目最悪の開幕スタートになりそうだな。はーい、皆さんどうも、ピーマンでございます。てなわけで今週もやってまいりました、2軍ペナント実況。ウォーウォー。はい、今週のこの実況から、2軍ペナント実況3年目突入、ダダ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 ーイ。これから3年目の実況していきますので、皆さんもしよかったらですね、引き続き見てくださると嬉しいですよ。初見の方いたら、この動画の再生リスト作ってるので、そちらからもね、最初から見てくださると嬉しいです。3年目こそはね、リーグ優勝&日本一、この2つの夢を叶えましょう。2年目はね、リーグ優勝はできた。2年目にしてね、俺もまさかこんな早くできるとは思ってなかったよ。でも2年目にしてようやくできた、ようやくというか早々できた。でも残念ながら日本一という夢は果たせなかった。クライマックスシリーズファイナルステージで、まあ、広島に敗れちゃったんだよね。まあ僕はこの2つ揃わないとね、リーグ優勝&日本一、この2つを揃わないと快感は得ることはできないと何度か言ってきましたが、まあ、正直リーグ優勝だけでも嬉しい。でも3年目こそはこの2つを叶えましょう。日本一とリーグ優勝、お願いいたしますよ。前回の実況では2年目のシーズンオフを実況しました。ドラフトで強い選手も取れました。そして海外移籍選手からは、あの大投手、今ちょっと怪我しちゃってね、残念だけどね、ダルビッシュ有が取れたんですよ。あーもう最強。もう今季はもう優勝どころじゃないぞ、本当に。ね、前回でも言いましたけども、優勝どころじゃねえぜ、皆さん。100勝いきますよ。リーグ100勝。もう巨人以上に強い球団になるからね。うわ、セリーグ見どころねえっていうくらい。またピーマンズが勝ってるよっていうくらいね、もう最強を目指していきますから。皆さん、よろちくびー急なテンション申し訳ないね。そしてね、3年目からは、とある男を加入させたいと思います。どの男か。ピーマンが愛してやまない選手、もう察してる方いるんじゃないでしょうかね。そう、最近話題で持ち寄りのイチロー、この選手を加入させたいと思いますよ。前にですね、イチローの再現選手を作ってみたという動画を上げましたが、そのイチローになりますね。はい、オリジナル選手参加からですね、こちらから、作ったイチローを入れていきましょう。どれだっけ、これか、これですよ。皆さん、能力はこんな感じね。忠実に再現できてるんじゃないでしょうかね。うん。オートペナントで回すとね、去年のイチローっぽい成績になるんだよね。ものすごく。打率もほんまそのまんまだからね、かなり忠実に再現できてると思います。このイチローをピーマンズに入れたいと思います。ちなみにこのイチローはね、年も忠実に再現してるため、多分今からペナントに入れてもすごい勢いで能力衰えていくと思うんですけど、まあ、2年、1年で使い物にならないくらい、外野守れないくらい衰えるかもしれませんが、イチローが入ることに意味がある。そういうことだから、よろしく。大体察してくれ。俺が何を言いたいかというのはね、察せない方は察せなくても、結構だ。このイチローを加入させていきましょう。ピーマンズはまだまだ空きがいますからね、全然人がいないので、これからもっと賑やかな球団にしていくからね。よろしくびー。ちなみにね、これ、見て。僕、再現選手作りましたよ。葵ちゃんの再現選手。そして、ひじりちゃんの再現選手ですよ。こちらのね、六道ひじりちゃん、そして葵ちゃんもね、いずれこの2軍ペナント実況に参加させたいと思いますのでね。これもね、能力見ながらちゃんと作ってるので。打撃の方はあれですけどね、ピッチャーの方はこれ見て結構綺麗に再現できてるからね。いずれまた加入させていきたいと思います。次回かな ?4 年目に加入させようかな。よーし、イチローが加わったことにより、また一つチームに厚みができたよ。まあ、先ほど言いましたが、イチローは年の方も忠実に再現してるため、能力の方も衰えていきますが、まあ、1年間だけならまだ十分使えると思うんでね。じゃあ誰を外そうかな。尾形調子いいね。ちょっと入れとくべきだね、尾形。よし、じゃあ、ひじりさを外して、イチローを入れましょう。今回はね、1年目、3年目の開幕戦を実況していきますので、1試合丸々ね、皆さんもしよかったら、1試合丸々見てね。ベストオーダーの方も変えていきましょう。現在は、荻野を入れてますが、ここに、イチロー、我らのイチロー。そしてね、守備位置変えましょうか。イチローを、ライト。で、やっぱ、イチローといえば俺一番でやりたいよね。イチローリードオフマンでやっていこうか。
うわ、この上位打線強えな。一郎一番、二番川崎。川崎は喜んでるだろうね。夢の一郎との打線だって。ねえ、ものすごい喜んでると思うよ。あららららら、ちょっと待って。よしよしよし。なんで川崎がサード守ってんだ。おいおいおい、やめてくれよ。オッケー、これでオッケーね。イエース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 。じゃあこれで開幕戦戦っていきましょう。一郎とはいえ調子が悪ければ当然僕は外していくのでね、二軍送りも全然やっていくのでね。じゃあまずはオープン戦の結果を見ていこうかな。オープン戦の方はプレイいたしません。スキップで飛ばしていきます。まず1戦目オープン戦。おーいいね、4対1ダルビッシュいいじゃないか。今日の勝ち投手になりましたね。素晴らしい。人気者出場、エースで勝利。いいね、ダルビッシュオープン戦から実力発揮だな。さすがだね。うわー、能力の方ほら見て、一郎すごい勢いで能力衰えてるでしょね。こういうことがありますからね。ちょっと待てよ、これもしかしたら1年目途中で使い物にならないかもしれないね。さて2戦目、中日戦になります。えい、無事勝利ですね。5対2。おお、9回まで0でしたが9回に一気に5点取ったね。やはり爆発力が優れてる。これがあるからね皆さん、すげえな。でまたまたですね、能力下がってきてるね。大体の選手が下がってるね。川崎がすごい勢いで下がってきてんだよな。中島総力下がったか、まずいな、まずいよ。まずいそのものだよ。じゃあオープン戦最後の試合、阪神戦になりますね。やっていきましょう。うわー、最後は負けたから6対5、ちょっと点取られすぎだね。最後の最後でちょっとあれだね、不安を残したね。オープン戦最後の試合で能力は、あー、一郎が補給が下がった。 B の70から C の69になりましたね。これがあるんだよ。よし、今成がキャッチャー F の置いてキャッチャー D ついたんで、これ非常にいいぞ。今成キャッチャー起用もいいかもしれないね。今まではねキャッチャー F がついてたためちょっと敬遠してたんですけど、今成の起用法も考えていかないとね。よし、これからセリーグ開幕でございます皆さん。さてピーマンズの開幕戦の相手は誰になるでしょうか。巨人ですか。いいでしょう、わかりました。じゃあ先ほど言った通り1試合丸々実況していきます。あー、イチローがちょっと調子悪いな。開幕戦絶対勝ちたいからね。どうしようかな、開幕戦負けるわけにはいかん。あ、ちょっと待てよ、ミレッジが下位打線、いかんいかんいかん。7番あたりでいいでしょう、これで OK ね。さて先発投手はダルビッシュ、これで決定だ。1戦目は必ず勝っていこう。打って守って、もう点取られたらアウトだからね。俺取れるとしても2点だから、2点以上取られたのは皆さん、あ、今回負けたんだなと、もう動画消してもらっても構いません。先に言っとくよ、不甲斐ない試合、情けない試合を見せるかもしれないけど、切れないでね、俺の時間返せやっていう。切れないでね、過去何度もそういう試合を送ってきたからね。よっしゃ、カモン、どこからでも来いや。セリーグ開幕戦だ。こちらダルビッシュよ、見てよ。ピッチャーは矢田ですね。前年同様、即戦力ルーキー、矢田。新人王も取りましたしね、素晴らしいよ。よし、球のキレもいい。亀井、もう完封でいくよ、俺は。おー、いきなりやらかしたー、オーマイガー。わー、先頭打者ホームラン。ダルビッシュごめん、俺のせいだ。あー、亀井にいきなり初球先頭打者ホームラン。ちょっとこれ3年目最悪の開幕スタートになりそうだな。完全ど真ん中だったね。あんな嫉妬あるかね、芸術だね。すごい嫉妬だったよね。よし、脱三振がついてるため非常に三振が取りやすいね。よし、まずはワンアウト。ダルビッシュスローカーブ、あ、持ってるわな、投げてるよね、ちょくちょく投げてるよね、持ってた持ってた。アンダーソン、強打者だ、怖いけど抑える。もう皆さん、だから言ったでしょ、こういうことがあるのがピーマンの実況なんですよ。もうものすごく情けないわ。初球打たれるかね、3年目の初球だぜ。あー、これも取れない、ちょっとスローカーブ対応しすぎたね。もっと配球考えて投げていかないと。球速が速いんでね、ストレートでも十分三振取れると思うんで。よし、とりあえずダルビッシュで開幕戦の勝利を飾らないと。あぶね、切れてくれてありがとう。うまく決まらねえな。よし、ナイス、スプリットで三振。ちょっと1回から球数かなり多い感じになってるね。ナイスピッチが決まらない。よし、決まった、これさえ決まれば三振取れるんだね。
152、非常に速いが、しゃあ来い、ちょっとこっちに投げて、えいー、ほー、フォーじゃねえよ1回から点取られとんねやばいな。でも取り返していくよ。はい、イチロー、ピーマンズデビュー戦ですね。イチローのフォームはね、現在のフォームがわからないため、オリックス時代の振り子打法にしてるのでね、現在のイチローのフォームって何番になるんだろうな。その辺もし知ってる方いたら教えてください。頼むよイチロー、打ってくれよ。どうだ、あー、イチローの1打席目はファーストゴロですか。さて2番川崎、川崎非常に打ちやすいね、フォーム的にも隙がないというか、俺に一番合ってるフォームだね。結構ね、僕川崎で出番プレイしてるんですけど、川崎を使ってね、結構打ててる。川崎打率5割くらいあるよ、本当にそれくらい打ててるからね。お、フォアボールでもいいぞ。どうだどうだ、あー、もうなぜ見る見てよ、なぜ見、なぜ見ないのか、なぜあのカウントから振りに行くのか、自分が憎くて仕方がないよ。なぜ振りに行ったんだ。あー、これも打ちに行った、切れないか、切れてくれ、ダメか、スタンド入るか、入らないな。これも初球で、何この実況の盛り上がり、ホームランでも何でもないでしょ何なの、下手くそか実況下手くそかよ、ふざけんな全然あんなフライで盛り上がらないわ。ちょっと一回三者凡退、悪い流れが続くね。見ることを覚えないとね。少なくとも3ノーから振りに行く球ではないよね種村、すげえ名前だな、種村。ほい、よし、いいね、もう2回からパーフェクトピッチングですよ。いやー、取れない、マジか。ただファースト誰だ、キラか、キラ。すごいだけではあるけどね、頑張れば取れたんじゃないかな。ここもヒットを許しました。よし来い、もう、あ、のの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 のカーブカーブカーブ、スローカーブ、小林、えい、肘を出さないでね、ちょくちょく出すからねよし、まあ、非常に期待なね、キャッチャーですよね。今季からは阿部がキャッチャーしないため、まあ、スタメンでの起用が考えられてますよね。どういう活躍をするのか非常に楽しみですね。打撃自体もかなりいいので、阿部に次ぐキャッチャーになってくれそうだね。さて今季も4番はボーカーですよ、皆さんよろしくび。前年は39本というかなりのホームラン打ってくれたからね。で7月くらいまではほんと3割3分あったからね、打率も OPS も10割超えてましたし、ただやっぱ7月くらいから調子を落とし始めて、まあそういう結果に打率2割7分になったんだけど、ほんとすごい絶好調モードが続いたからね、ボーカー今年も活躍期待してますよ、お願いしますよ。だがここでアウト。さて5番キャッチャー矢田ですね。打撃力も非常に優れてるキャッチャーですよね。前年は新人王も取りましたし、おお、外の球なんとか当てたった。足も速いんでね、内野安打もあるんで、とにかくまずは、よし、落ちたね、これは、えい、来ました、ピーマンズ初ヒット、3年目の初ヒットはやだですね。いい開幕じゃないか、よくないけどね、いきなり打たれとんねんいきなりすごい勢いで打たれたんねん。カモン、キラ、キラはね、いろいろと、まあ、とりあえず今はスタメンにしてますけど、基本代打で使っていきますのでね、調子いいので一応今スタメンで開幕はね、まあ、なんだかんだ言って打ってくれましたしね、前年も。追い込まれた、まずいな、どうする。おーが、これは失投を捉えるが、ちょっとタイミングがぐじゃったな。捉えた時はいいね、三塁線抜けたね、カモ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 、いけ、やだ、いけ、一気にいけ、ウェイ、はい、これでランナー一塁三塁、このチャンス、ここでバッターミレッジでございますよ、皆さん。どうだ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 、1点入るか、よし、内野安打、一塁へのゴロの間に1点入りましたねとピーマンズ初の得点がこんな地味な得点っていうね、僕が一番、ああもう最悪だって思う点の入れ方ですね、最悪ですよ。やっぱちょっと3年目なんかいい悪いことが起きそうだな。ダルビッシュも入れたしイチローも入れたんで、いやそんなことはないと思うけどね、うん、はい、ここは阿部のヒットでランナー2アウト、ランナー2塁1塁ですね。さてダルビッシュ打つのは難しいぞ、二刀流ではないからね、大谷が欲しいわ、本当こういう時に大谷来てくれねえかなと思うんだよね。大谷いたらね結構打てるんですけど、
いやいや、ダルビッシュでも打つよ。打撃力を舐めるなよ。お、これはファーボールか。見ていこう。振らない。もうコントローラー触ってない、俺。来ました。ナイス。ここでイチロー。イチローはチャンス F がついてますからね。前年のイチローもチャンスで凡退することが多かったのでつけました。頼むぞイチロー、この勝ち越しのチャンス絶対打ってくれ。よしよし、見よ見よ見よ、スローカーブだね。いや、打ちに行ってもよかったかもしれない。よし、いいぞ、ファーボールでもいい。押し出しのね。どうだ、どっちに来る。よし、落ちるか、落ちて落ちて落ちて、落ちない。あー、打ちライトフライ。スローカーブ打ったことはバッチシだった。何が悪かったのか、まあ、パワーが F とね、パワーの方がないのでやはりヒットの方が出にくいですよね。さて、1番亀井に戻ってまいりましたね。もうか、もう打たれないよ。もうホームランは許さないからね。よろしく。打たれてたまるか。いきなり打たれたからね。こういうことあるよね。結構ミスするよね。開幕失投投げるっていう。まずいな。ボールが入らない。あー、ダメ。ここはファーボールを与えてしまった。ダメだな。亀井にファーボールか。見てくるな。バント、これはバント、送りバント成功でワンアウトランナー二塁か。アンダーソン、先ほどヒット打たれてますからね。もうとにかく際コースの際際投げよう。外角ね。よし、いいね。追い込んだらこっちのもんだ。見てくるか。いい球だけどね。よしよしよし、川崎、川崎取って。アンダーソン、あー危ない、アウト。おー、セーフ。アンダーソンの足細くてよかった。これ内野安打もあったぞ。びっくりした。中島どっか行くからね。中島どこ行ってたの今。何してんの。打撃はいいけど打ってくれないとシャレにならないよ。前年はホームラン王、打点王の2冠取りましたけどね。シーズン MVP も取りましたが。よし、ちょっとね、制球がさだまさし、全然さだまさしだわ。ダメ、ストライクが決まらない。さて、川崎、先ほどはノースリーから打ってまさかのセンターフライというね、なかなか恥ずかしい場面を見せてしまいましたが、まだ3回の裏ですからね。とりあえずまずはこの回のリードオフマンとして出塁してほしいね。やっぱり川崎は1番でいいね。よし、はい、まずは川崎、今季初ヒット、センター前ヒットですね。足の速いランナーが出塁。ここで中島一発ドカンと言ってもいいんじゃない。うん、やっぱ川崎はリードオフマンで使っていこう。イチローはね、7番もしくは2番で使おうかな。うん、そっちの方がいいと思うかもしれない。やっぱ出塁率が高い選手をやっぱリードオフマンとして使うのが正解だからね。イチロー頑張っても出塁率3割5分届かないと思うんだよね、このイチロー。オートペナントで何度か回してるんですけど、いかなさそうなんで、まあ、その辺は分かりませんけど、もしかしたら大復活あるかもね。あってくれたらいいんだけどね。さて、こういう中島で打つよ、菅野かも。うわ、どうだ、これは切れたね。よかったよかった。ほう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 。カモーン、どこでも来いや。ダメ、これはスローカーブ打ち損じて セカンドフライか。タイミングが合わないな。あえさえあったらね、ホームランもあると思うんだけど、なかなかね、何度も来てんのにタイミングが合わない。なんでだろう。よし、来い、ボールいいね。スリーボール、見る見る、危ない、見る見る、そんなの見ちゃう。全然もう振りもしないよ。2球連続見るしかないだろう。おお、来た、この打球はノーン。わお、ライナーか。ちょっと捉えた打球かと思ったんだけどね、頭越えてたら勝ち越しもあったかもしれないね、越えてたらね。さて、やだ、盗塁もいいかもしれないね。するべきか。いや、待て、ノースリーだからね、ノーワンか今。かも、牽制、危ない、するとしようとしてたとこだ。ここはしなくてもいいね。よーし、これもセンター前ヒット。やだ、これで今日マルチヒット、いいね。これでツーアウトランナー二塁一塁。先ほどキラ、今季初打点ではないね、ヒット打ちましたよね。ただキラもチャンス F ついてるからね、ここが厄介だね。うわー、際どいコース入ってくるな。追い込まれた、まずい。
これはサードへのゴロ、亀井取ってこのチャンス打てず、追い込まれた時点でちょっと無理かなと思ったんだよね。チャンス F ついてるわ、三振ついてるわ、最悪だろう。ミートどんだけ極細になるんだよ。あんなのでどう打てるんだ、教えてくれよ、ね、あんなのでどう打つんですか。よし、いいね。よし、ショート川崎取って、えい、まずはワンアウト。開幕誰だ、橋本かな、横川。巨人も弱くなったもんだね。こっちのペナント実況で阿部もいなくなったし、坂本もいないしさ、主力選手が全部抜けたから、もう知らない選手ばっかだよ。誰だよ種村って聞いたことねえよ。わー、やらかした、これもど真ん中失投。種村バカにしてた種村に1号打たれたよ。あー、うち最悪、完全またど真ん中失投いったね。これで3対1。ダルビッシュごめん、俺下手くそすぎるわ、まずいな。皆さん先ほど言った通り、もう3点取られましたから、動画消してもらっても構いませんよ。この先勝つ展開なんかないからね、ピーマンの実況動画に。もう負けのみですからね、よろちくびですよ、本当にふざけてるわ。何度ど真ん中に失投するんだよ。よし、いや、よしじゃないけどね、この回またど真ん中の失投によりホームラン。もう CP のナイトもめちゃ強なんで、そこを見逃しては来ないよね。ちゃんと打ってくるからね、しっかりと。どうだ、初球って内野安打丸か、ミレッジ足が速いが、ここは内野安打とはならなかったな。左バッターならば内野安打もあったかもしれない。よし来い、ちょっと今の初球からフォーク打っちゃったね、悪い癖だ。あの球よく振って凡退するんですよ、全く学習しない。パープロの実況多分1年くらい続けてるけど、ここだけは成長しないね。ここが俺の成長しないポイントですよ。そんなポイントいるか。いてたまるか。よし、これはどうだ、落ちるか、落ちるね、落ちた落ちた落ちた、ウェイ、来ました。よし、阿部これでマルチヒットか、本日いいね。いや、バントでしょうね、ここは送りバントでしょう。えい、しないよ、確実に決めないと。あ、危ない危ない、やばい、追い込まれた、どうする。よし、球を見よう、球を見よう、オッケーオッケーオッケー、打ちに行こう、ダルビッシュで打ちに行こう。よし、いいぞ、おお、フルカウント、フォアボールもあるかもね。えい、アウトにならないぜ、盗塁しないぜ、下手くそだからね、盗塁。盗塁できないから、めちゃくちゃアウトになりまくったからね、過去にね。うわ、ゲツーか、これ最悪なパターン来た、ダルビッシュ走れ。あー、もうなんで都合悪くそんなセカンドのいいとこ行くかな。これなら三振でよかったよ。うーん、ここも凡退して点が入らないね。チャンスを作れてはいるんだけどね。よし、ここはセカンドうまく取ったね。てか普通に取れてるけどね、守備力がないから遅いからさ。何、プッシュバント、サード中島、よーし、危ねえ、際どいタイミング。ちょっとピッチャーで取るか迷ったな今ね、かなり迷った。あれピッチャーで取ってたセーフだね。あ、危なかった、中島いいとこにいてくれたね。プッシュ成功させるとこだったよ。 CP の難易度が強いため、このようなねこともしてくるんですよね。本来あまりしてこないんですけど、珍しいパターンだね。よし、ここは三振、5回はなんてことなくパーフェクトピッチングですよ。さて、イチロー見せてくれ、リードオフマンとしての実力を。まず今季初ヒット打ってくれないとね、頼むよ。第2球、チャンスで凡退は痛いからね。ストレートはボール、バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、なあ、外の球か。お、菅野スタミナないな、もう。第4球を投げた、よし来た、はい、イチロー今季初ヒットですね。これが200安打への1本目となればいいんですけどね、まあそれはないかな。よし、川崎スタミナ、川崎じゃない、菅野スタミナは完全にないね。イチローが打って、川崎が打って、中島が打つ、最高の流れですよね。ピーマンズが思い描いてる完璧な流れですが、どうだ、うーん、この打球はファーストの横ですな。菅野のスタミナがないからね、これ一発ドカンといってもいいかもしれない。よし、ボール、いいぞ、ど真ん中に知っとこねえか。盗塁はしないぜベイベー、よろちくび。うん、ここは外れてフォアボール、いいね。あー、菅野変えてきたか、くそー、チャンスだったんだけどね。でもノーアウトランナー二塁一塁ですから、どっちも足の速いランナーですからね。カモン、
中島で1本打っちゃうよ。ここで1本出れば一気に逆転ですから。うわー、ここはどうだ、中島走れ。うわー、ゲッツーか、打てないな、強振では打てへん。わし、はい、これも簡単に打って5回。せっかく紡いだチャンスを残塁祭りっていう俺らしいね。簡単に打ちすぎでしょう。何よこの展開ひどすぎる展開だね。さて6回のマウンド、ダルビッシュごめんね、ここに来たこと後悔してない？あ、ダメだこのチームって、ごめんね本当に。大丈夫、俺じゃなかった CP なら打ってくれるからね俺なら打てないけど、多分援護あるよ。俺の場合だと援護ないけどね。あー、粘ってくるな。ほい、決まった、ゲッチュゴッツさんです。まずはワンアウト。ダルビッシュはスタミナから考えて7回まではいけるかな。7回以降はちょっとスタミナがなさそうなんで、とりあえず予定としては7回を抑えるまで投げていきましょうか。うん、これは綺麗な当たり抜けましたね。すごい強烈な当たりだったね。橋本のヒットを許した。よし来い、ランナーも警戒していかないとね。当然盗塁もしてくると思うんで。おい、川崎取って、セカンド踏んで、ファースト取って、イエーイ、ゲッツー来ました。この回ランナー1人許したがゲッツーだ、バカ野郎点をやると思うたか。さてやだ、行きましょう。本日マルチヒット、いいね。開幕からよく打ってくれるが、残念ながらそれは点にはつながってないからね。あ、内野安打丸ぞ、足速いからね。おお、来た、エラー、ヒットか。よしよしよし、エラーかと思ったらヒットでの出塁になりましたね。内野安打いいぞ。ノーアウトランナー一塁。もうやっぱキラとかパワーバッターは常に強振でやっていこうよ。おおが、ここは当てただけ。うん、当てれない。ここはキャッチャーフライでワンアウト。打てへんね、ミレッジ。今日の打点を上げてくれましたね。この1点はファーストゴロの間に入った1点なんで、情けない点の入れ方ですけどね。今季初得点がそんな点の入れ方っていう、一番最悪ですよ。ただミレッチここで打ってくれると俺は信じてる。ダメだ、タイミングが合わない、助けてくれ誰か。さあ4球目、うわー、お手本のようなゲッツー来たね。はい、本日これ3本目かな、3本目だね。1試合に3本ゲッツー打つチーム応援したいと思いますか皆さんね。そんな応援したくないよね。はい、わーお、種村に2打席連続ホームラン。これで4点目。完全いいコースだけどね、見た今のコース、あのコース打たれたらもう文句はないわ。ダメ、もう点許しまくりですね。全部ホームランでの失点っていうね、どれだけ失投を投げてるかわかるね。これも取れない。ノーアウトランナー一塁、小林にシングルヒットですか。ロペス、よしよしよし、これはゲッツー来た。おい、えい、ランナーこそは許しましたがゲッツーでツーアウト。ああ、またちょっと危ない、ど真ん中に行かなくてよかった。よし、ダルビッシュ最後まで抑えてくれ。とりあえず7回までを予定してるんでね。ノー、最後は1本。おいら、イエス、ナイス、これで10個目の三振になりますね。ただダルビッシュはこれで終わりでいいでしょう。代打送ろうかな。誰から始まる打線だ、阿部か。よしよしよし、今日はマルチヒットよく打ってくれてるからね。ピッチャー星野、えい、来いや。おお、危ない危ない、当てただけ、当てただけ、セーフセーフ。低いコース136、球速くないからね。おお、危ない、あそこ、これちょっとストライク判定でもおかしくねえよ。よしよしよし、フォアボールでもいい、まずは先頭バッター阿部出塁だ。あーが、これはスライダー、当てただけだね、うまく捉えられなかった。さてダルビッシュは代打でいいでしょう。誰行こうかな。アブレイユ調子いいね。あ、ところ代打丸ついてるが調子が悪いんで、アブレイユでいいでしょう。これはこっち使っていった方がいいね。カモン、ホームラン一発打っていくぜ。危ない、当てたらどうすんねん、乱闘騒ぎですか。開幕で乱闘しちゃうぜ、関係ないからね。うちの空気、うちのチーム空気読まないやつ多いから、基本 KY だからね。まずい、追い込まれた。うわー、ちょっとストレートに差し込まれたな。来たコースは俺の大好きなコースだったんだけどね。さてイチロー、本日3打数1安打、チャンスでの凡退が痛かったね。あそこでイチローで打ててたら今頃勝ってたかもしれないね。落ちなかったからね。
が流した打球はショートゴロ。これはアウトだね。この回特に何もなし。悲しすぎるでしょ。じゃあ誰行こうかな。久保田でいいかな。スタミナもありますし、久保田で行きましょう。これはね、自由契約で取った選手ですね。阪神の選手ですよね。自由契約されてたところ取りました。よし、いいね。まあ、この選手は敗戦処理という形でね、使っていこうかなと思いますので、もう圧倒的に負けてる場面で使っていきますのでね、そういう意味で取ったんで。よし、まずは先頭バッターを抑えてワンアウト。まあ、今の段階で負けるつもりはまだないけどね。まだ俺の心の灯火は消えてないけど、まあ、とりあえずどれくらいのピッチングができるかということだけを見ていこう。おー、ミレッジ危ない。ほうほうほう、危ない危ない。あれ、本来ボーカーが取りに行く打球だよね。ミレッジごめんね。仕事させてごめん。よーし、この回パーフェクトピッチングいいね。久保田普通に使えるね。使う分には。いい、いい。さて、8回のイニング。刻々と残りの回が少なくなっていってるからね。高木、かも。次多分抑えの西村来るかな。多分来るよね。巨人の守護神がこれは切れる。だーだだだ、落ちるか落ちるか、落ちて落ちて、うーん、ダメだ。センター長野取られてワンアウト。川崎で打てず。今日中島全く打ててないからな。中島で全く打てないね。ちょっと一発打ちたいんだが。しこい、この辺に甘い球来い。カウントはワンボールワンストライクです。投げた。それじゃない、スローカーブじゃない。お前、巨人どんだけスローカーブ投げるやついいんだよ。おかしいだろ。ほとんどのピッチャースローカーブ投げてんじゃん。よし、チェンジアップ、緩い球、ガバガバじゃねえか。ここはよく選びました。うーが、ファール、よかった。あー、危ない。投球これから7球目。うわー、これもちょっと内角入ってくるスライダーに対応できなかったね。ここもアウト。ボーカーも今日打ててないからね。対左投手。よしよし、はい、ボーカー初ヒットですね。センター前ヒット、いいじゃないか。よし、やだ。今日は3打数3安打の大活躍だからね。ここでも当然打ってくれ。ちょっと待てよ、ボーカー代打と行こうか、代走と行こうか。やっぱここは1点でも欲しい場面だからね。やっぱ荻野、足の速い荻野を出していきましょう。うん、カモン。打たないと意味ないけどね。ただこのプレッシャーを与えるんですよ、塁に出いることによってね。足が本当速いんで。与えてる。スローカーブ、うわ入ってるか。まあ見よう、これはノースリだからね。これも入ってる。まずいフルカウント、どうする。かー、ここは全力ストレートにやられたな。もう今のまんまでいいでしょう。代わりに荻野が入りましたよね、レフトに。今のまんまで。荻野は守備力も非常にいいんでね、このまんまで OK。 さて久保田、この回も頑張ってくれ。もうボールはいらないよ、淡々といこう。よし、まずはショートゴロでワンアウト、非常にいいね。さて次は小川、横川ね、うん、タイミング合いません。ほい、イエース、イエース。で、高め。あのののののの、どえらい嫉妬になったわ。危ねえ。イエス、ほん、これで2アウト。いいね。久保田いいね。俺使いやすいや、ほんと。ダルビッシュ以上に俺これ抑えられるかもしれないね。俺が使う分はね、CP が使う分はどうなるか分かりませんけど、能力自体はあまりよろしくないんでね。でも俺が使う分はほんと使いやすい、この選手。よーし、2回パーフェクトピッチング、いいね。打たせて取るピッチングだよ。さて、次のイニングでこの開幕戦、泣いても笑っても最後の試合、イニングになります。皆さん期待してみてくれ。大活躍、大逆転といこう。マシソン、あー、これがいたわ、西村じゃないね。そうだ、巨人の守護神といえばマシソンじゃないか。球が速いからな、これ打ちにくいぞ。うわ、入ってんの今の。あそこ取っちゃうのか。うわー、マジで、あれ取っちゃうの？マジマジマジ？しゃこいや、諦めてたまるか、バカ野郎。さあ次の投球、投げました。よし、捉えた打球は、あー、ライトファールゾーンか。ちょっとタイミングが遅すぎたね。もっと早く振ってれば、ライン際に落ちてたかも。ダメ。これは内角差し込まれて、ツーアウト。ここで阿部か。ちょっと阿部に代打送りましょう。この選手行こう。ところ。僕がシーズンオフに取った選手ですね、2年目の。
セカンドの選手です。代打丸がついているので調子は悪いですが、開幕デビューですよ。ヒット来いよ。開幕デビュー1打席目で打てよ。新聞のニュースに載るぞ。ちっちゃくね。ピーマンズのルーキー打つっていうね。めちゃくちゃちっちゃく。めちゃくちゃちっちゃいからね。お、ファボールでもいいぞ。どうだ？塁に出ることが大切。なんで打ちに行く？バカ野郎！俺のバカ野郎！情けないわ、本当に。だから何度ノースリーから打ちに行くんだよ。病気かよ。心の病かよ。なんで止められない、自制ができないのか。開幕戦1対4。だから言ったでしょ。2点以上は取れないって。うわ、もう今日ダメだ。打たれまくったな。せっかくのダルビッシュだったのに。ダルビッシュで登板したのにもかかわらず、ここだけ手、これだけ点を取られる。とにかくもう全部ホームランでの失点だからね、これ。悔やまれるは失投さえなければね。うわぁ。2本とも全部失投だからね、亀井と種村。そして1本が、ストレートが打たれたんですよね、普通のコースの。はい、今日の投球内容を見ていきましょう。ダルビッシュ、開幕1戦目を黒星スタートとなりましたね。イチローは今季初ヒット3打席目に出ましたが、正直ね、俺は2打席目の満塁の場面で打ってほしかったね。中島ノーヒット、ボーカー1本出ましたね。矢田と阿部がすごかったよね。今日はマルチヒット、猛打賞でしたから。ちょっといろいろと、目立ったね、悪い部分が。はい、ダルビッシュは7回を投げて球数は97球、打者28人に対して被安打は8本、奪三振は10個、四死球は1で、失点が4、自責4で基本塁打が3本、防御率は 5.14、後続で投げたクーポーターは2回をパーフェクトピッチング、素晴らしかったね。打たれたコースはこのようになってますね。どこだ、これか。被安打甘いね。空ど真ん中投げとるし、甘いコースもいっとるし、空打たれるわ。そしてホームランのコースはここになってます。どちら、2球ともど真ん中ですね、失投。そして1つが、スプリット、はあ、あ違うね、ストレートだよね。あそこ内角のストレートで投げて打たれました。申し訳ない。開幕は残念ながら黒星スタート、ダルビッシュでも勝てずという最悪の、そして何の面白みもない試合展開っていうね。ゲッツー打ちまくりっていう、最後せめて球見ろよと思うんですけどね。まあこうなってしまった以上は仕方がない。ちょっとね、ピーマンズの開幕スタート最悪のスタートになりましたが、この3年目、不吉なことが起きそうですね。なんか怖いんだよな。まあわかりませんが、今週の金曜日の実況では、次回の実況ではですね、また4月の試合実況していきますので、皆さんもしよかったら4月また見てくださると、4月の試合、次回の実況また見てくださると嬉しいです。申し訳ない、グダグダ続くね、どこまでも。じゃあこれから3年目の実況していきますので、そちらの方も見てね。バイバーイ。